はい、会津若松市の観光地の一つといえば飯盛山です。今日もこの飯盛山に日中ですね、多くのお客さんが訪れていました。でこの飯盛山の階段をですね、下ったすぐ近くにあるのがこちらです。明日新たな観光施設がオープンします。その名も赤べこランドです。赤べこをたくさんの方に好きになってほしい、そんな思いが込められています。短い中継の時間ではありますが、ギュギュッと魅力をお伝えしていきますね。店内にはおよそ300の赤べこ関連グッズが並んでいます。そして見てください、可愛らしい赤べこがずらりと。店内にはおよそ50の赤べこが販売されていまして、中には限定の赤べこもあるんだそうです。その他バッグなどの実用品ですとか、お土産にはぴったり、お菓子も充実しています。実は昨日今日とこの場所をプレオープンしていまして、海外の方もですね、この場所でお買い物を楽しんでいました。ただですね、この場所お買い物をするだけではないんです。2階に上がりますと、赤べこを学んで、そして体感できるスペースとなっているんです。ちょっと見てください、こちら教室のような雰囲気になっていますよね。中には飛び箱ですとか机、さらに椅子がありまして、これ県内の小学校で使用されていたものなんですね。というのも赤べこは会津地方に長く伝わる伝統工芸品です。ですから歴史や伝統を引き継ぎたい、そういった思いも込められています。そして奥の方に見えてきたのがこの畳のスペースでですね、職人が赤べこの首をつける作業を行っていまして、これ間近で見ることができるんです。赤べこってこんな風に作ってるんだな、そんな風な学ぶスペースにもなっています。ではここからは支配人の伊藤さんにお話を伺います。伊藤さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。改めて明日オープンです。こちらの施設の魅力を教えてください。赤べこランドは子どもから大人まで赤べこのすべてを見て学んで楽しめる最高の施設なんです。はい、そしていよいよ明日オープンですけれども、どんなふうに皆さんに楽しんでもらいたいですか？はい、会津はこれから桜も咲いて観光には最高の季節になります。ぜひたくさんのお客様にご来店いただきたいと思います。はい、ありがとうございます。見て学んで、そして楽しむことができる赤べこランド、明日の午前10時のオープンです。ちなみに先ほど作ったのがこの、私が作ったのがこの赤べこです。福テレのピンク色にしてみました。では以上、ここから中継でお伝えしました。ぜひ遊びに来てください。いろいろな赤べこがあって、幅広い世代の人が楽しめる空間でしたね。本当ですね。グッズの種類300種類っていうのが本当に驚きですよね。はい、驚きです。まあ、観光地にありますので、福島の魅力を県外そして世界の人にも伝えていく拠点になることを願います。明日オープンです。